今週の TJM 4.0 ポッドキャストを聞いてくれているリッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、TJM ラバーズの皆さん、ラジオ好きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アリケータです。最近ですね、この TJM 4.0 ポッドキャストのイントロをですね、ちょっとすみません、大変申し訳ないんですけど、ちょっとサボりがちだったんですよ。サボったのは、まあ、めんどくさいわけじゃないですよ。めんどくさいわけじゃないんですけれども、ちょっとまあ仕事や、まあ、いろんなプライベートのことでバタバタしていたので、ちょっとあまりですね、収録できる時間がなく、まあ、そういうちょっと、難しいな、なんて言うんですか、そういう気持ちにもなれずっていう状態がですね、まあ、ここ最近、ここ、まあ、2、3週間ほどちょっと続いていたので、っていたんですよ。これちょっと Facebook のライブでは言っていなかったんですけれども、まあ、ちょっとこれね、話し出すとちょっと長いんで、このポッドキャスト終わりにでも、まあ、本当に時間がある方で、大丈夫なんで、まあ、ちょっと聞き流しで大丈夫ですよ。聞き流しで大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ということで、お待たせしました。まあ、最後まで聞いてくれた方はですね、まあ、いろんな、まあ、ちょっとした、まあ、悩みというかね、あるんすよ。あるんすよ。ということで、お待たせしました。それでは、今週の TJM 4.0 のスタートです。チーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、TJM ラバーズの皆さん、こんばんは、アリケータです。Facebook ライブです。TJM 4.0 です。T、とりあえず、J、じじって、M、見たということで、毎週日曜日の夜8時にですね、僕が、1週間の間で気になったニュース、面白い話とかトピックをまとめて、皆さんに、勝手に3回言いましたけど、紹介していくものです。皆さんありがとうございます。 Facebook ではですね、リアクションができるんですよ。顔文字を出したりとか、あとハートマークとかグッドとかもいろいろリアクションができますので、ポッドキャストではですね、そういったことは一切できないんですけれども、Facebook で何が楽しいかというとですね、こういうリアルタイムのやり取りができるのがすごい楽しいなっていう、たくさん今いただいています。結構なんかちょっとアンドロイドでですね、さっきちょっと話していたんですけれども、 Facebook ライブをアンドロイドの端末で見てくださっている方は、コメントが今できないよっていうのをですね、結構コメントいただいてるんですけれども、何なんですかね、おそらくアンドロイドに対する嫌がらせなんじゃないかなってちょっと僕勝手に思っちゃってて、ね、iOS に変えるためのね、なんかこう布石を Facebook が打っているんじゃないかなっていうふうに僕は勝手に、本当に勝手に勘ぐっているだけ勝手に勘ぐっているんですけれども、なんかね、ちょっとずつ天気は涼しくなってきましたよね。今日もですね、東京はわりかし涼しくて、今25度とか4度とかなんですけれども、これをですね収録するときはさすがにちょっと部屋をね扉閉めたいので、ちょっとまあこもりっきりになってしまうので、まあ、冷房はちょっとつけてるんですけれども、さっきね、ちょうどこの Facebook ライブをする前に、ちょっと買い物に、まあ、飯買いに行ったんですよ。飯買いに行った時に結構涼しくて、本当にで、ね、もうセミのね鳴き声とかももう最近聞かなくなってきたので、まあ、そろそろね秋も終わりに近づいてきたんじゃないかなというふうに勝手に思っているんですけど、まだね、でも、まあ、来週から天気どうなるんでしょうかということで、ザクッと天気予報をやっていきたいと思います。ザクッと天気予報はですね、意外と好評なんですけれども、もう本当にざっくりです。僕あれでもないです、気象予報士でもないので、この天気 .jp を見ながらですね、今週の天気、来週の天気ですね、来週からの天気は一体どうなるんだろうっていうのをですね、本当にざっくり話していきます。台風とかは結構ね、終わって、今はですね、あれらしいですね、秋雨前線というものがですね、来ているみたいなので、来週からはですね、結構天気が崩れていくみたいです。気温も、気温までもどうだろう、まあちょっとでもちょっとずつ下がってきてはいるんですけれども、相変わらず南の方はですね、やっぱり、気温はちょっと高めですね。30度前後といったところが多いでしょうかね。東京から上の方に行くざっくりすぎるな、東京から上の方はですね、まあ、割かし、まあ、27度前後といったところでしょうか。北海道23度ですよ。釧路20度ということで、もうね、もう長袖をちょっと着てもいいんじゃないかなっていう
ところになってくるんですけれども、今週ちょっとね、僕ちょっと飲みたいビールあったんですけど、毎週僕ビール飲むんですよ。パンク IPA ですって。これは、スコットランドのビールだそうです。ちょっとね、さっき本当にさっき買いました。なんでいただきます。パンク IPA です。かっこいい名前ですね。ジャケ買いですけど、完全にかっこいいですね、このデザインも。うん、香りがすごい強いですね。香りがすごい強いです。味もですね、結構ガツッとガッツリ濃厚なビールですね。もう本当にあのアマちゃんは飲むなっていうぐらいのビールなのでアマちゃんって言い方もちょっと失礼ですけどね、まあ、ちょっとわりかし濃いビールなんで、あのあっさりしたビールが好きとかっていう人はちょっと嫌いかもしれないですけれども、あのビール好きにとってはきっとたまらないんじゃないかなと思いますので、えパンク IPA スコットランドですよ。スコットランドです。今週も飲みながら乾杯ってことでやっていきましょう。で、そう、月曜日の天気は、そんな感じなんですけれども、火曜日の天気ですね、火曜日前後的にですね、天気悪いですね。北海道以外のところは基本的にほぼ傘マークが出ています。東京に僕住んでいるので、どうしても東京に気が行ってしまうんですけれども、東京25度ですよ。ということはもうね、ちょっとずつ気温下がっているんですけれども、やっぱね、関西の方は未だちょっとね、暑いそうですね。なんかジメッとするんじゃないですか。大阪が30度なんでね、ちょっとこう蒸し暑い感じの一日になるっていう気がしますけど、うわ、14日の水曜日天気悪いですね。火曜日と同じで全国的に傘マークが出ています。北海道はね、やっぱり今大丈夫なんですけれども、他のところはもうダメですね。ということで、もう折りたたみ傘ではなく、普通の傘をもう月曜日からですね持っていった方がいいんじゃないですか。東京はまあいいかなと思うんですけど、まあね、その他の地域にお住まいの方は傘は必須でございます。15日の木曜日、傘マーク消えます。全国的に曇りです。ただ気温はね、だいたいそんなにね、涼しくはないんですね。関西の方はですね、30度ぐらいですね。30度前後です。東京で28度、イラッとしますね。25度だったのに、前日はふざけるなと、そこは上がるのかと。東京だけね、東京と鹿児島だけですね、傘マークが出ています。 50% です。折りたたみ傘を持っていきましょう。19日の金曜日、16日の金曜日はですね、全国的に曇りマークです。高知県だけね、50% の降水確率なので、あれを持っていきましょう。折りたたみ傘をね、持っていきましょう。他のところはまあいいんじゃないですか。持ってかなくて持ってかなくていいんじゃないですか。17日の土曜日、天気悪いですね。ちょっと外出しようと思っている方は微妙な天気になるので、アウトドアとかこう外でね、なんか遊んだりする人にとっては一番イラッとするような天気なんですけれども、全国的に天気はですね、悪く曇りのち雨といったところです。降水確率 50% から 60% なので、なんか嫌ですよね。遊びに行くけれどもね、ちょっと気にしながら遊ばないといけないですし、なんだったら前日に雨天中止のこともね、考えて何か別の対策も考えないといけないっていうのが一番この嫌ですよね。まだこう傘マークが出てくれるんだったら、もうじゃあ明日はもうやめようよっていうのを事前に言えるじゃないですか。で、なんか別のことを提案できるじゃないですか。じゃあ映画を見に行こうとかね、わかんないですけど、なんか室内のところに行こうとか、そういうのできるんですけど、このぐらいのなんか 50% とかいうやつだとちょっとダメだったらみたいなのを考えないといけないから、そこら辺ちょっとめんどくさいですよね。日曜日はですね、天気悪いです。悪いです。ただ、傘マークが全国的にないので、曇りなんですよ。だから曇りだから、まあ、この日はダイヤも特に考えず、外出もまあおそらくできるんじゃないかなと思っています。なんでね、来週からは、その秋雨前線ですか、いわゆる
別にいわゆるでも何でもないですけど、秋雨前線が来ていますので、全国的に天気が悪くなります。基本的に傘を持つ、あとは、折りたたみ傘をね持っていきましょうということで、天気予報ざっくりありましたけど、このぐらいのどうですか、ザクッと具合はわりかしどうですかね、いいのかなというふうに勝手に思うんですけど、勝手に思うんですけど、今回ですね、僕の Facebook ページに、あと Instagram ですねのアカウントにちょっと投稿したい写真があるんですけれども、別にこの犬の写真を投稿したんですよ。で、犬の写真を投稿したんですけれども、別にこの犬はですね、僕の、飼ってる犬ではないんですよ。ないんですよ。で、僕の兄貴がですね、今ちょっと旅行に行っていて、家族ですね、一家が、旅行に行っていて、で、それで、僕の実家にですね、犬をちょっと預けているんですけれども、で、その犬なんですよ。で、めっちゃ可愛いんですよね。あのパピオンとチワワのハーフらしいんですよ。で、すごい真っ黒なんですよ。写真見ていただけるとわかるんですけど、本当に真っ黒すぎて、なんかこう慣れたりは、いやもちろん近づけばわかるんですよ。近づけばその穴がこうね、感情を読み取れるんですけれども、ちょっと遠くから見るとなんか怖いんですよ。ちょっとなんか本当に真っ黒すぎて、この目の奥だけこうキランって光ってるんですよね。だからこう夜に見る猫いるじゃないですか、あの黒猫でなんかもう本当に目だけ光ってるみたいなのが日中でもこう見れるので、なんかあんまりこうなんていうんですか、ちょっと若干怖いんですけど、だから近づくとすごい、本当にすごい、もうね、あのものすごいもう甘ったれなんですよ。びっくりしました。でもすごいここら辺とかもガリ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 引っかかれて、あの慣れてくれよみたいな、僕のこと構ってくれよみたいな感じで、やられたので、久しぶりにちょっとやっぱ犬いいなと、犬のこういうなんていうんですか、このデレデレ感の愛情表現ってやっぱすごいいいなって思って、猫はねやっぱりちょっと違いますからね、こうねちょっと、まあ、猫の今猫ブームらしいですけれども、猫はやっぱこうツンツンみたいな、ふん別にでも酔っちゃうよみたいな感じですけど、犬はもう常に全力ですからね、わあもう君のこと大好きだよ、もうご主人様がいなくなったらもう僕私どうしていいか分かんないよっていうぐらいじゃないですか。でもね、猫は違いますからね、本当に別にここに住まなくてもいいんだけどね、でもまあ住んでやってんのみたいな、なんかこうね、なんか猫ってそういう生き物じゃないですか。まあ、犬は全然違いますからね、そういう感情をもう 100% 全面に前だ、ご了承してるんですけれども、すごい面白い研究結果が、あるんですけれども、ハンガリーの首都ブダペストにある、大学の研究チームがあるんですけれども、調査をしたんですよ。どんな調査をしたのかというとですね、実は犬は、その言語のみならず、その裏に込められた感情を理解できる能力があるんじゃないかっていう調査を開始したんですよ。で、要はあれですよ、もう犬はちゃんと空気を読めるっていうことですよ。要は言葉の裏にある感情を読み取れるっていうことだから、だからもう本当に人間と同じぐらいそういう風に物事を理解できるっていう犬なんですよ。犬はすごいんですよ。で、やっぱ犬ってなんかあるじゃないですか、そのね、ご主人様の人間のちょっとしたその声のトーンとかでも、それを察知するとかってあるじゃないですか。なんかそれがだから別に日本語じゃなくても英語じゃなくても、とにかく言語は関係なしに、そのもうとにかく声のトーンで、その今ご主人そのどういう状況なのかなっていうのを読み取ることができるじゃないですか。で、やっぱ犬はそういった部分ではやっぱすごい、本当に空気の読めるやつだなって思うんですけれども、で、まずそのですね、大学が13匹の犬を、MRI のスキャナーに、入れたんですよ。でね、あの MRI っていうとあれですよ、こうブーって入っていくやつなんですけど、でこれ犬動くんじゃねえかなっていうふうに思うんですけれども、ちゃんと、しつけをしたんですよ。ちゃんとしつけをして動かないようにさせたんですね。で、その状態でですね、トレーナーたちのおしゃべりを犬に聞かせたらしいんですよ、 MRI スキャナーに入っている時に。で、その状態をですね、研究チームが脳の活動を調べるということで、で、じゃあそのMRI スキャナーに入れてるときに、その犬の脳みそはどんな状態にあるんだろうっていう調査をしたんですよ。
そういう研究をして、でその実験の結果によると、言葉とイントネーションを、組み合わせて話していたんですけれども、でその話している内容とかの、褒める中立的という二通りで、なんか要は多分なんかその上げる感じの喋り方と、まあ、普通のテンションですね、まあ、そういう喋り方で、その口調を使い分けたんですね。でその結果、犬はですねちゃんと言葉とイントネーションを区別して処理していることが分かったらしいです。言葉は脳の右半球で、イントネーションは左半球で処理される過程がらしいんですよね。でこれは人間と同じらしいですよ。ということで、ちゃんと犬はその言葉とそのイントネーションですよ、トーンですよ、この2つをちゃんと理解して解釈しているらしいです。で犬ってやっぱねすごいですね。コメントいただいてますけれどもね、やっぱ犬好きな人もいらっしゃいますけれども、猫派の人もいらっしゃいますけれども、犬はねやっぱねそういうところが僕もね本当にいいなっていうふうに思います。で昨日もやっぱりなんていうんですかね、そのなるべくね昔はなかったんですけど、なんかねこのぐらいになってくるとわかんないですけど、なんかこう話しかけよくいるじゃないですか、まあ、あそこまではないですけど、上の下のテレテレレみたいなああいう感じのところまではいかないですけれども、なんかちょっとこうやっぱ話しかけちゃうようになっちゃったんですよ。なんかこう慣れてるとこじゃないけど、まあ今日家出る時とかもじゃあまたねみたいな感じでこうちょっと慣れたりとか、ね、どうしたらみたいな、バシャバシャバシャとかやったりしながら、なんかちょっとキモいおっさんみたいな感じおっさんみたいな感じですもんね、わあムツゴロウさんみたいなね、こうわーみたいな感じでやるようになっちゃいました。昔はやらなかったんですけどね、やっちゃうんですね。でそういう時のやっぱ犬はきっとなんかそのね、そういうトーンとかがおそらくすごいこう、私すごい今、すごい愛されてる、うわー今撫でられてる、うわーすーげー幸せ、うわー、あちょっとえあ撫でないの、ちょっと撫でてよみたいな感じでやってくるじゃないですか。で犬はね本当ね可愛いなと思いますよ。やっぱ猫もいいなっていうふうには思っていたんですけど、今回ですね、本当に、短い間だったんですけれども、やっぱり犬っていいやつだなっていうのをね改めて実感しました。犬いいですね。猫がいいっていうふうには言っていたんですけれども、やっぱ犬かな。どうですか、今ですねこの、ポッドキャストもしくは Facebook ライブを聞いている皆さんでですね、皆さんどっちですか、猫派ですかそれとも犬派ですか。よくあるアンケートですけれども、ぜひコメントを残してみてください。もし残せない人は大丈夫です、気にしなくて大丈夫なんですけれども、残せる人はしてみてください。猫派か犬派か。それでそれでっていう言い方もちょっとおかしいんですけど、またねやりましたよね、16日は違います、ごめんなさい全然違います失礼しました。またやりましたよね。アップルがやりましたよ。アップルの噂の発表会ですよ。もうね、毎回もう発表会やるっていうと、ね、各メディアが、もう本当こぞって、報道をするんですけれども、もうそろそろ正直言うと、若干飽きましたよね。どうですか、皆さんまだ飽きてないですか。僕も飽きました、正直言って。もういいやみたいな。もうそうですか、もう iPhone でしょどうせ、たまにパソコンでしょみたいな、たまになんか更新なんか iOS の iOS じゃねえ OS のなんか新しい宣伝でしょみたいな、でもういいからさ、ねそろそろさ、もうやめてよ、日本に時間合わせてくれよね、あっちの、ね、時間にするのはいいんだけれども、もう少しちょっと日本とかさ、こっちのこと気遣ってくれよとかってやっぱ毎回思っちゃうんですよね。だからちょっとずつそれで年々どうでもよくなってきてるんですけど、やっぱでもね、話したい、それでも話しておきたいです。ここはねやっぱりこう掴んでおきたいなというふうに思います。今回の iPhone の7ですよ、もう7ですよ、7まで来ましたよ、びっくりですよ。僕も 4S で完全に止まってます、もう止まります、7まで来ましたよ、もうびっ
くりですよ。8、9、どこまでいくんでしょうか。今回ですね、iPhone 7はですね、全部で色が5色みたいです。ジェットブラック、ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールドということで合計5色ですね。5色も出したんですね。色がどんどん増えていくとかっていう風になってくると、なんかちょっともうその商品自体はですね、あまりこうなんていうんですか、いい傾向ではないというか、バリエーション増やしていくっていう時点でなんかあんまりこうね、あ、いや、ちょっとみたいな感じですけど、で、今回もですね、 iPhone6 と同じく、プラスも出ています。 iPhone7 と iPhone7 プラスです。大きさは iPhone6、6プラスと同じみたいなので、相変わらずでけえ携帯のままです。気をつけてください。買った方は画面を割らないようにね、気をつけてください。今回何が一番すごかったかというと、あのもうね、電子マネーですよ。日本の、フェリカが普及しているので、それに合わせましたっていうことで、お財布携帯のスイカとかが使えるようになるみたいです。でこれからコンビニとかに行くと、こうパッてこうね、コンビニでもそうですけど、おそらくスターバックスとか、まあ、いろんなところに対すると、この電子マネーが必要になるっていうことなんで、これは便利じゃないですか。でやっとこの、Apple Pay っていう、あ、すごいですね、この Apple Pay、これもですね、クレジットカードのように使えるみたいですよ。だなんかそこら辺に焦点を当ててきたんですかね。いろんな会社は使えるようになりますよ。クレジット会社とかも、実際の店舗とかでも、イオンとかでも使えますし、JCB マスターカード、いろいろなカード対応するようになっています。ユニクロでも使えるみたいですよ。松本清とか結構いいんじゃないですか。ビッグカメラも使えます。素晴らしいですね。そして防水防塵っていうんですか、よくなりました。あと一番びっくりしたのが、あのイヤホンジャックがなくなったっていうことで、あの完全にもうイヤホンも、AirPods っていう無線のイヤホン出したんですよ。1万6000円ですって。高いな。で、耳につけるだけで起動するみたいですよ。このイヤホンが。で、外すと一時停止ですって。すごいですね。で、今回ですね、カメラの性能がどんどんもう上がっているじゃないですか。で、もうそんなもうそこまでやなくても良くないっていうふうに僕は思っちゃうんですけど、ね、思っちゃうんですけど、本気でやりたいんだったらもうカメラ買いなよって思うんですけれども、今回ですね、iPhone 7には、プラスにはですね、レンズが2つあるらしいです。そして、この2つのカメラがくっつくとですね、ボケ加工、後ろのボケ、これがすごい出るらしいです。クリスね。一眼レフのカメラもいらなくなってきそうな日も近くなってきますね。こうなっちゃうと。こんなにいい写真、何で撮ったのって言われた時に、iPhone7 ですよ。プラスです。みたいな感じで言われるとね、びっくりしちゃいますけれども。なんで、写真が好きな方はぜひ、iPhone7 のプラスがいいんじゃないでしょうか。こんな感じです。まとめると。iPhone7 だけですよ。今回は。ね、特に、こう、びっくりするというか、なかったんじゃないですか。個人的には、パソコンとかをちょっとそろそろなんとかしてほしいなっていうふうに思うんですけど、今回も来なかったんで、やっぱ来なかったんだと思って、で、iPad Pro を出したじゃないですか。iPad Pro 出す。でなんかあれをこうパソコンみたいにさせたいっていう風にしてるじゃないですか。だから正直そのパソコンみたいにさせたいっていうのがその MacBook Air とかああいう感じの使い方の人たちを対象にしてるような気がするんですよ。で、まあ、そうなるとじゃあそのまた別のそこよりもちょっと違う人たちのことをねそろそろちょっと考えてほしいなって思うんですけどね。ねスマホばっか力入れてないでもっといいんじゃないかなって思うんですけど。でですね、今回ですね、今週の、初めの方にですね、僕アンケート取ったんですよ。Facebook と Twitter でアンケートを取ったんですけれども、内容というのはですね、あなたはスマートフォンを持っている人は、iOS でしょうか、それとも Android を使っていますかっていうアンケートを取ったんですよ。で、これ結構ね、
面白いアンケート内容が取れたんですよ。まず、ブラックベリーを使っている方はですね、1人しかいませんでした。で、これ面白いのがですね、Facebook のアンケートを、ざっくり読むとなんですけど、おそらくね、これ3分の2が Android なんですよ。で、3分の1が、ごめんなさい、3分の 0.9 にしておきましょうか、が iOS なんですよ。で、もうほんと3分の 0.1 がブラックベリーなんですよ。ブラックベリーなんですよ。頑張りましょう、これからも。で、Twitter ですね。逆にね、Twitter がですね、面白いのが、これでこっちのアンケートを取ったんですけれども、iOS、76% でした。Android が 24% でした。はぁ、全然違うんですね。何なんですかね、この違いは。Android、Facebook は Android で、Twitter は iOS なんですね。ただ、Facebook ライブとかでコメントできないのが Android なんですね。謎ですね。なんとかしてほしいですよね。ここまで Android ユーザーいるんだからちゃんとしてくれよと思うんですけれども。で、それでですね、Android ユーザーの方、結構いらっしゃるということでですね、ちょっとそんな Android ユーザーの方にですね、朗報があるんですよ。今までですね、僕は、このポッドキャストをやっているんですけれども、それはですね、iOS のポッドキャストで聞くことができるんですよ。ただ、なんと、今ですね、Android のユーザーの方におすすめしたいのが、プレイヤー FM っていうアプリがあるんですよ。Google Play で、購入することができます。0円です。0円でゲットできちゃうので、これがですね、ポッドキャストのアプリなんですよ。Android 向けの、Android ユーザー向けのアプリで、なんとこれを、プレイヤー FM っていうんですか、これがですね、100万ダウンロードぐらいされているんですよ、世界中で。まあ、あれですよ、もう単純に言うと、なんていうんですか、もう iOS だけじゃないものを、ね、Android のユーザーも普及しているから、ポッドキャストを、Android でも対応させたいっていうことで作られたアプリなんですけれども、まあ、100万ダウンロードぐらいされている、すごい、アプリがプレイヤー FM っていうやつなんですけど、でこれちょっとびっくりしたのが、なんかこれ最初嘘じゃねえかなと思ったんですけど、でその、プレイヤー FM っていうところの、ちょっと待ってくださいね、っていうところの、そうそうそう、プレイヤー FM のですね、開発チームの方からですね、メールをいただいたんですけれども、このプレイヤー FM のアプリにですね、なんと僕の、ポッドキャスト TGM4.0 が、登場しているんですよ。びっくりしました。本当に。ちょっと驚いて、これ何、ギャグかと。ね、ギャグかと。なんかこんなもう本当にね、こんなって言い方も悪いかもしれないですけど、ね、週1で、もう本当お酒飲みながら、もう本当趣味ですよ、完全に。やっているんですけれども、でそのですね、ポッドキャストが今そのプレイヤー FM に載ってるんですよ。で僕ちょっと見てみたら載ってて、おびっくりしたと思って、なんでここに載ってんだと思ってちょっとびっくりしました。で、これですね、ちょっとこの Facebook ライブ終わった後にですね、載せますので、いつも説明欄のところにですね、載せているんですよ。一番上のところに TGM on Podcast って載せていて、で今までは iOS しか載せるところなかったんで、iTunes 向けのやつに載せたんですけれども、今回からですね、Android ユーザー向けのやつ、だから、そのプレイヤー FM っていうやつの、TGM4.0 をまとめているやつも載せましたので、ぜひ、だからこの Facebook ユーザーの方は Android っていうことなので、この、Facebook ライブが終わった後にぜひちょっとね、アプリダウンロードしてみてくださいよ。お願いしますよ。で、そこにですね、Player FM に、このリンク載せてあるので、TGM4.0 っていうふうに入力すれば出てくるんですよ。で、
普通にこれ聞くことができるんですよ、ポッドキャスト。だから今までこうね、あの Android ユーザーの方で聞けてなかった人もいらっしゃると思うので、来週から OK になりますということでお知らせでした。ぜひ Android ユーザーの方はプレイヤー FM、聞いてみてはいかがでしょうか。ちょっとね結構嬉しくて、ようやくね Android のためにやってくれたかっていうところなんで、ぜひぜひちょっと聞いてみてください。 Android ユーザーの方、ポッドキャスト。まあそんな感じでアンケート取ったんですけど、次はアンケートからランキングに行きましょう。ランキングでですね、今週あったランキングがですね、スタジオジブリがですね、映画の最新作レッドタートルある島の物語という公開をしたんですけれども、それを記念してですね、このレッドタートルある島の物語のウェブサイト、公式のウェブサイトでですねランキングを取ったんですよ。アンケートかっていうかアンケートですよ。アンケートを取ったんですけど、でこのアンケートの内容はどういうのかというとですね、今まで、ジブリが発表した作品の中からごめんなさい、今までではないですね、風の谷のナウシカから思い出のマーニーまでで、全部21作品が対象なんですけれども、でその中で一番面白い映画は何でしょうかっていう、アンケートを取ったんですよ。で、それがランキングで発表されてるんですけど、1位しか発表されていないんですよ。でその1位は何だったのかというと、1位はですね、まだ公開はされていないみたいですね、失礼いたしました。これから公開するってことで、それを記念してアンケートを取ったみたいですね。ということで、1位なんですけれども、今回1位に輝いたのは、千と千尋の神隠しでございます。これが1位だったんですね。へぇ、そこ来たかってちょっと僕思う。まあでもまあまあまあ、言われてみれば、まあそうですよねっていうふうに思うんですけど、21作品、いろいろありますよ。一個ずつ言っていくので、ああそうだよね、ああでもこっちの方が良かったんじゃないかなっていうのをぜひちょっと思い出してくださいよ。言ってきますからね、今トゥルトゥルルルルじゃないですけど、風の谷のナウシカ、これは1984年ですね。そして天空の城ラピュタ、1986年です。あのねトーストが美味しそうですよね、あの卵の乗ってるやつね。隣のトトロ、1988年です。あのトウモコロシね、ホタルの墓、1988年です。あのね、サクマドロップのやつでしたっけ、あのシーンとかね、来るな。1989年、魔女の宅急便です。嫁が大好きですね。嫁が、東京に上京する時の自分と重ね合わせてるっていうのがすごい印象に残っています。僕としてはですね、あれが好きでしたね、あの飛ぶシーンですよ。あのほうきからこう飛べないくて、こうふーんってやって、こうバーンってなるとき、あれがよかったな。1991年、思い出ポロポロ。あ、これ僕見てないっぽいですね。見たのかな、なん金曜ロードショーとかで昔見たな。昔見たけど忘れちゃいました。1992年、来ましたよ。紅の豚です。飛べない豚はただの豚さ。の紅の豚です。なぜこれが1位じゃなかったんだっていうのが正直な、僕の感想なんですけれども。まあ、1位にはなれねえ、ならない。まあ、ちょっとね、なんて言うんですか、まあ、千と千尋と比べちゃうと、まあ、正直な意見で言うと、多分まあ、ね、ならないけれども、僕はやっぱ、紅の豚がやっぱ1位ですよ。平成たぬき合戦ポンポコ、ね、よく昔、金曜ロードショーでやっているっていうイメージがあるんですけれども、内容すごいんですよね。人間との、その共存みたいなところで、結構すごい社会派ですよね。耳を澄ませば、1995年、あれですよね、カントリーロードでしたっけ？あれをね、替え歌を作ったやつが中学校の時にいたんですよ。それがすっげえくだらなくて、当時爆笑しました。もののけ姫、1997年、今年の夏にやってましたよね。スペシャルなんちゃらとかいうやつでやっていて、で、僕のその歯ぎしりが、そのもののけ姫の中に出てくる妖精たちの歯ぎしりとすごい似てるっていうので、僕の姪っ子が、もう本当に僕のことを怖がっていたっていう切ない、そんな切ない映画ですけど、これ知らないですね。1999年、法法華経、隣の山田、隣の山田くんあれか、普通、すごい印象に残ってるのが、先生がなんかこう、人生の教訓かなんかだっけな、なんかやった時に、適当みたいな感じで載せ
った気がします。なんかそういう名言、自分の中で大事にしている言葉みたいな感じ。なんかそれが印象に残っています。で、2001年に千と千尋の神隠しと。ね。ね。まあこれはじゃあ飛ばしましょう。2002年、猫の恩返し。あ、これ僕見てないですね。猫好きな人は見ましたか？どうでしょう。2004年はハウルの動く城です。声優にね、あの木村拓哉さんがっていうことですごい沸きましたけど、ゲド戦記2006年、これはですね V6 の岡田くんでしたっけ、やりましたよね。僕ゲド戦記ね好きなんですよ。だゲド戦記も好きだし、紅の豚も好きなんですよ。でもののけ姫とかも好きですね。で、その後に来るのがポニョ、崖の上のポニョ、2008年ですね。良かったですね、あれも、うん、なかなか良かったですね。2010年仮暮らしのアリエッティ、これうまかったですね。2011年小栗小坂から、これ見たっけな、見てないですね。2013年風立ちぬ、これ良かった。当時あれが問題になったのがめんどくさかったですよね。あのタバコを吸うシーンが多いんじゃないかみたいなので、タバコなんていうんですか、禁煙のなんかそのタバコ業界からすごいクレームが来たみたいな感じで、うるせえみたいな。だそのね、あの当初の要はあのちゃんと背景も表すっていうところで、ちゃんとこのタバコを映像の中の一部に入れたら、それがね、なんか変な逆の意味でなんかそれをちょっとやめましょうよみたいな、くったらないことを言ったやつらがいるんですけどもう今日は攻めますよ、今日は言いたいこと言いますよ。で、2013年にかぐや姫の物語、2010年に思い出のマーニー、そして次はですね、レッドタートル、9月17日の土曜日に全国労働省だそうです。ちょっと見に行ってみようかな。ちょっとね、これ今話してみるとちょっと面白そうですね。うん。あ、すごいですよ。しかも、第69回カンヌ国際映画祭、ある視点、ある視点ですって。このある視点という部門の特別賞を受賞したのが、レッドタートルだそうです。いいですね。自然、まあ、このウェブサイトを見る感じだと、あの海なんでちょっとこう癒されるんじゃないんですかね。ちょっと気になりますけど、どういう感じの、あのその後のテーマとかがあるんでしょうかね。ということでランキング発表していきましたけど、もう一つちょっと面白いランキングがあるんですけれども、あの有名な日本の車ってすごいじゃないですか。もうほんとトヨタとかもうやばいじゃないですかね。あのフォルクスワーゲンを抜いて今日本のトヨタがもうトップですよ、世界で車の売り上げっていうんですか、すごいんですけれども、そんな日本の車、レクサス、まあ世界中に見ればすごい、あのトヨタがすごい1位でぶっちぎっているんですけれども、日本車素晴らしいっていうのもね、もう世界に知れ渡ってますよ。もうメイドインジャパンの力っていうのは。ただ、そんなメイドインジャパンなんですけれども、たまにですね、あの変な日本車の名前を出しちゃっているっていう、これがですね、9月3日に、フォーブスジャパンから、発表された記事なんですけれども、これがランキングになっているんですよ。その海外から見るとちょっとこう、いやこれちょっと、この名前にしたんですかみたいな感じで、フォーブスジャパンがご丁寧に記事にしてくれています。ディンゴ、三菱ですね、これは。三菱のディンゴ、これはですね、オーストラリアに生息する野生動物なんですね。で、昔、人間の赤ちゃんをディンゴが食べちゃったんですよ。ということで、そういった背景もある中で、なんでそれを名前にしちゃったんだろうって。次はですね、ラピュタ。ラピュタです。ラピュタはですね、ちなみに、あ、これあまり良くない意味なんですね。スペイン語圏の人口が3億人なんですけれども、このラピュタっていう意味がですね、売春婦を意味する単語だそうです。あーから、まあでもまあそうなんだってちょっと思いま、ちょっとびっくりですね。パジェロもね、なんかあんま良くない意味ですね。フーガもあんまり良くない意味ですね。まあいろいろ良くない意味があるんですね。なんかでこれちょっと個人的に面白いと思ったのが、ネイキッド、このダイハツのネイキッドなんですけれども、これはですね、もう全裸です。全裸。なんで、もう全裸に走る車っていうことなんで、なんか僕らからすると、まあまあまあ、なんか全然ね、あの、なんかこう、なんか野生感むき出しみたいな感じでのネイキッドってそういう意味なんじゃないかなっていうふうには連想できるんですけれども、やっぱりこうね、あの全裸っていう意味なんで、全裸で走る
のはやっぱりあんまり良くないんじゃないですかということで、なんか結構やっぱあんまり良くないよろしくない名前をつけてるみたいですね。大変ですね、大変ね。なんか名前をつける前にちょっと一度ちょっとねちょっと止まっていろんなね国の言葉の辞書でいろんな国の言葉を辞書で調べてみて何するかっていうのがね大事ですよね、大事だと思います。レクサスとかはかっこいいですけど、あれ何なんですかね。知ってる人いたらちょっと教えてください。レクサスは何なんですかね。うん、面白い。今コメントでですね、マサルさん、ジムニーはですね海外名でサムライだそうです。かっこいい名前ですね、かっこいい名前ですね。フォーブスといえばですね、毎年あれを出してるんですよ、世界長者番付っていうのを出しているんですけれども、そんなですね世界長者番付2014年に発表されて、その時にトップになった人がですねインドの実業家ムケシュ・アンバニさんなんですけれども、インド人ってこうねやっぱすごい頭がいいっていうイメージがあるんですよ。その数学にすごい強いっていうイメージがあるので、やっぱりこう IT 系じゃっていうんですか、いわゆるGoogle のなんか CEO もねインド人ですし、あとどこだっけ、一回ありましたよね、あのソフトバンクの孫正義さんの後継者がねあならなかったですけれども、結局あのインドの方ですし、あのマイクロソフトの、CEO でしたっけもインドなんですよね。だからやっぱ IT 系すごい強いんですよ。でそんなですね、インドの実業家のムケシュさんなんですけれども、彼は IT に関してすごいですよ。インドでなんとすごいですよ、これ2兆円を投じて10億人がインドでですよ、インドで10億人が使える第4世代で 4G、 おっと蚊が出てきた、蚊というかハエかな、この通信サービスの提供を開始したそうです。でこれはとにかく安くてものすごい早いインターネットの接続サービスを、インド国内に普及させようっていうことで、約2兆円を使ったんですね。すごいですね、太っ腹ですね。でこれからやっぱりね、そういった意味ではインドの、スマートフォンの環境がね、こんな2兆円も使ってやらせてくれるんだから、どんどん使いやすくなるんじゃないですかね。それにしてもこんなにボーンと出せるもんなんですね、びっくりですけど。しかもこの 4G は無料なんですよ、無料で使えるんですよね。僕らもね無料で使いたいですけど、羨ましいな、羨ましくないですか、羨ましいな。ちょっと日本もなんかそろそろもう無料でいいんじゃねえかなって思いますけれども、なんか別の部分をなんかそれで有料にしてくれたらね、良くないですかね。すごいですねインド。あれがね今週ちょっと炎上というかしましたね、海外で、覚えてますか皆さん、あのシャルリーエブドですね、フランスの週刊新聞なんですけれども、あの風刺ね、ちょっとこう風刺画を描く、メディアなんですけれども、そこがですね昔じゃないですけど、ね、本当に去年おととしぐらいでしたっけ、そのインドのイスラム教に関する、ちょっと風刺画を描いたら、それに対してすごい良くない反応がイスラム教徒から返ってきて、シャルリーエブドが襲撃されるっていう事件があったんですけれども、今回はですね逆 でその当時はですね、そのシャルリーエブドが、もうみんなすごい守ったじゃないですか、私はシャルリーみたいな感じのすごいネットで、あったんですけれども、今回逆で、イタリアで地震がありました。でその被災者たちを、ラザニアなどの料理に見立てた、風刺画を出しちゃったんですよ。でこれはちょっとさすがに反応としてはちょっと良くないんじゃないかと。で、これですね、まあ、その地震、イタリア風の地震って書いてあって、一番左にその風刺画にあるのがですね、一番左に、負傷した男性、トマトソースのペンネ、女性、次の女性はですねペンネグラタンで、これ一番良くないですね、建物の瓦礫との間に挟まれた被害者たち、これをラザニアっ
っていうふうに書いてしまったんですね。これはさすがによくねえだろうと結構批判をされているんですけれども、まあそうですよね、ちょっとこれは良くないですね。ここまで、まあ確かに言論の自由とは言いますけれども、ちょっとこれは良くねえんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、別の意見が、逆にですね、そう、コメントがあるんですけれども、ただでもこれあの批判だけではなかったみたいなんですね。でなぜ、シャルリー・エブドがイタリア人たちを、侮辱するときに、すごい、ね、みんな怒りました、ただイスラム教徒のときは言論の自由として保護された、これちょっとおかしいんじゃないかっていうコメントもしている人がいるんですよ。あ、でもそう言われると確かにそうだなっていうふうには、今僕が話したことですよ、もうまさしく思うんですけど、そこつつかれると確かにね、今本当に僕も今思いました、その違いってなんだろうというふうに思うし、でそれが結局ね、何なんですかね、その人種差別ではないですけれども、何なんだろうと思うんです、この言論の自由っていうのが。だからそれはおそらくそれでその怒った、でまあ直接事件になっちゃったら多分これまだ違ってくるんでしょうけどね、まあ、イスラム教 の時はそれが事件になっちゃったので、だからまあまた違った形で言論の自由っていうのが叫ばれたんじゃないんですかねとしか言えないけど、としか言うしかないですけれどもね、まあ、ただそんな、シャルリー・エブドーはちょっと、まあ、言論の自由っていうところをまあ本当に完全に守って、とにかく徹底して風刺画をもうどこの国だろうが関係ねえっていうことでもうガンガン描いている。でただまあ今回ちょっとね、あの炎上をしてしまいましたっていうところでございます。まあまあまあそんな感じです。大変ですね本当に。あれがね、今週結構最近、今日か昨日かですね、あったんですけれども、あの豊洲の東京です、東京のですね、あの豊洲市場への移転に関する、ニュースなんですけれども、なんかこれもちょっとやっぱね、国立競技場みたいな感じの匂いがちょっと出てきましたね。これはですね、その豊洲に移転するっていうのを一回今延期してるじゃないですか。で、9月の10日、昨日ですね、昨日小池さんが、記者会見をしました。どういう内容だったのかというとですね、今回の、その、建物の地盤が、盛り土っていうものが、地盤がちゃんと行われていなかったとしているんです。なんでその、まあ、とにかくまとめると盛り土っていうのが、ちゃんと建物の下に、されていないんですよ。でこれ、読売新聞かな、読売新聞が出しているイラストがすんごいわかりやすくて、でこれ一体その盛り土がされていないってよくわかんないじゃないですか。よくわかんなかったんですよ。でそのイラストを見てみるとすごい本当にもう一目で、あ、そういうことねっていう風になるんですけど、でなんか今までその土壌対策がね、土壌汚染対策がされていないんじゃないか、ただ、東京都はもうしましたっていう風になってますけど、で今回その新たになった話題がその盛り土自体をしていなかったっていう話じゃないですか。でこの盛り土っていうのがなんかよくわかんないな、イメージ来ないじゃないですか。イラストを見るとあの本当にわかりやすいんですけれども、でその豊洲市場のこう建物が例えばここにあるとするじゃないですか。で、ここに要はここに土があったりするわけですよね。あの土というか、まあ、地表っていうんですか、まあ、あるとするじゃないですか仮に。で今までその東京都が説明していたことっていうのが、でここの建物のちょうど真下からもうすでに、土が、そのごめんなさい、真下のちょっと下に、コンクリートがあるんですよ。ここにコンクリートがあります。でその下に、土があるんですね。もうすぐ下に土があると。でこれを盛り土していたっていうふうに、やってますよっていうふうに説明してたんですけど、今回、調査によって明らかになったのが、この建物があってここにコンクリートがあります。でここの部分なんですけど、でこのコンクリートが下のところで、ここ本来盛り土だったはずなのが、なんとね、ここね、何もないんですよ今現状で、配管とかそのなんか空間になってるんですよ完全なる。で
それに対して、小池さんがですね、いやそれちょっとおかしいんじゃないかと。だってあなたたちはそのここの部分のその空間のところ何もない、いやいやそこに土あったって言っていたじゃんっていうふうに言っていたんですけど、なんかここら辺が、彼女が言っているのが、まあ、その東京都民に対してちゃんと誠意を持っていないと、ちゃんとしたことを言っていないじゃないと、ちゃんと変な情報を伝えると、都政への信頼回復と全然違うことになっちゃうよっていうふうに言っている。で、安全性を今回これから検証していくみたいですね。なんでちょっとまだなんか何なんですかねでしかもこの盛り土がないっていうところなんですけど、さっきのね地下ですね、この空洞があるのがですね、豊洲市場の3分の1を占めるみたいです。ちょっとええと思いますけど、そんなないのって思います。で、ただ都はですね、特に安全上の問題はないとしているんですけれども、汚染対策の専門家への意見聴取などはしていなかったっていうことなんで、あらら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 らですよね。実際ちょっとまあわかんないですよ。それがじゃあね、安全上どのようなことでわっていうのはわかんないんですけど、ただでもホームページにもそこまでちゃんとやりましたっていうふうにも出していつつ、今回明らかになったのがそのね、そこの部分実は空洞ですっていうふうになってるので、わかんないですよね。それがじゃあそのなんでそういうことをしたのか言ったのか、配管が必要だったからなんかそれを何なんですかね。だからなんかちょっとまたこれ国立競技場っぽいね、なんかめんどくさそうな感じの雰囲気を出しているんですけど、まあ、小池さんが今ちょっとこういやそれはちょっとおかしいよっていうことで、しっかりかは分かんないですけど、まあちゃんと説明をしてちゃんと意見を事情を聞こうっていうふうにしてくれているっていうのが今のところです。これからちょっとねまたどうなってくるのかは微妙な感じですけど、あと7分なんでちょっとズイズイって言っちゃいましょうか。ズイズイとは行けるか分かんないですけど、始まってますよ、始まっています。何が始まっていますか、9月2日にですね、民進党の代表選の告示がされました。で15日に投開票でございます。今回ですね、民進党の代表選に出馬だってますか、出馬したのはですね、蓮舫さんですね。蓮舫さんで、あと前原誠二さん、玉木雄一郎さんの3人が、戦うことになっています。でなんかこれちょっとね、これもそうなんですけど、最近ちょっとこうあったトピックで言うと、まあ、誰が何をやるとか、3人のですね、メッセージビデオというか、なんかその、私はこういうことをやりますみたいなのを YouTube で3人ずつ上がってるんですよ。約2分のが。で、見て、あ、そうっすかみたいな感じになったんですけど、ただ、なんかちょっと、これってなんか変だよねって思ったのが、蓮舫さんが、もともと台湾の出身というか、お父さんが台湾の方なのかな。で、お母さんが日本の方で、彼女が、国籍が二重だったんじゃないかっていうことで、すごいなんか疑いをかけられたんですよ。未だに、ね、国籍二つ持ってんじゃねえかっていうことで、まずはアゴラっていうメディアが、取り上げたんですよ。で、この二重国籍のままで、彼女ってどうすんだ、どうしていくんだ、で、二重国籍の人が民進党の代表になってもいいのかっていうふうに報じて、その後、産経新聞が9月の6日の朝刊で、それを報じたということで、すごいなんかそこで今その蓮舫さんのイメージというか、そういうのを下げるか分かんないですけど、なんかそういうことが行われたんですよね。で、これ見ていくと、そのじゃあ世界でバズフィードがですね、バズフィードっていうメディアが結構面白く取り上げてて興味深くっていうんですか、世界の常識どうなんだろうっていうことで、二重国籍を持っている政治家を取り上げてるんですよ。で例えばなんですけど、シュワちゃん
いるじゃないですか。あのカリフォルニアの元州知事なんですけれども、シュワちゃんはですね、オーストリアとアメリカの二重国籍を保持しつつ、カリフォルニアの州知事、いえ、言いづらいですね、なりました。そしてですね、あのイギリスの、ユーロ離脱の時にですね、話題になった、ボリス・ジョンソンさんなんですけど、彼はですね、イギリスとアメリカの国籍を持っているんですね。そして、アメリカの大統領選挙に出馬していた、テッド・クルーズさん、彼はですね、カナダ国籍を持っています。意外とだから政治家、海外とかは二重国籍持ってるみたいなんですね。まあ、ただ結局海外でもその、まあ、二重国籍を持っていると結局どっちにね忠誠を示したいのかっていう批判はやっぱりあるみたいなんですけれども、まあ、今回なんかその騒動があったっていうことなのでなんかでもここわかんないですけどね、なんか本当にでも今回その、まあ、代表選挙に合わせての報道なのでやっぱりね、なんかそこをこう彼女をさせまいという動きがなんか出ているっていうのがすごい伝わってできたなっていうのは思うんですけど、9月9日にですね日経新聞が、彼女の、今回のですね出馬した3人の支持状況っていうんですか、有権者の支持状況の動向を調べたところ、レイホンさんがですね全体の4割強にあたる64人の有権者の支持を得ています。前原さんはですね4分の1にあたる38人、玉木さんは2割弱の23人ということで、今のところまあ、レイホンさんがなるんじゃないですか。いやでもまあ正直まあ予想するとなるでしょう。だって小池さんもねなってますしね、卓球の愛ちゃんはねおめでとうございますですよ、本当におめでとうございますっていう、まあねありますけど、なのでまあ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 でも多分なるっしょね、なんだかんだなるっしょっていうふうには思いますけど、女性ねやっぱこれからどんどん社会進出するっていうことでもうなった方がいいと思いますよ、僕は本当に。その国籍どうこうっていうのをもうあるけど、でももうねえそれ言ったらもうめんどくせえじゃんみたいな風に僕はちょっともう正直思っちゃうんで、まあまあまあ多分なるんでしょうね、おそらくなりますでしょうねっていうのがもう僕の感じたところですけど、思ったところですけど、ということで、そろそろ9時になりますので今週はここまでで失礼いたします。その前にですよ、ステッカーの当選者今回も発表したいと思います。今回のステッカーの当選者は井上裕太さんです。おめでとうございます。このですね、アリゲーターなんでね、アリゲーターワニのステッカーをですね、カモフラージュステッカーをですね、毎回ですね、Facebook ライブで、当選者を発表しています。で、一体この何なんだとステッカーは、あ、すごいいい話ですよ。あのですね、今ちょっとステッカーですね当選してる方、結構いらっしゃるんですけれども、未発送なんですよ。未発送なのが、とじさん、上田さん、中山さんなんですけど、で、まあ、今回井上さんなんですけど、ちょうどね今日ステッカー発送をしましたというご連絡をいただきまして、ステッカーを作ってくださってる方からなんで、今週今日来たっていうことはまあそろそろ来ますよね、明日明後日には来るので、なので、ちょっとごめんなさい、今までですね溜まっていた方にもちゃんと送ります。で、今回は井上さん来ますのでおめでとうございます。そんで、このステッカー一体どういう風に、やったら当たるのっていうのをもう一回おさらいをしておきましょう。Android の方もね、ポッドキャスト聞けるようになったので、まずはですね、Facebook ライブで、この、今ですね、今回の Facebook ライブをシェアをするっていうボタンがあるんですよ。シェアじゃないですよ。シェアですよ。このシェアをするっていうボタンがあるので、そこを押します。で、そして、まあ、この人、こういう子に、この Facebook ライブ、もしくは、ポッドキャスト、じゃあ、Facebook ライブ、行きましょう。Facebook をよくやってる人で、この人に紹介したいなというふうに思って、その人にシェアをして、するじゃないですか。で、そして、僕に Facebook のメッセージに、アリさん、シェアをしましたよっていうご連絡をいただけると、もう自動的に当選です。当選というか、
で、そして僕メッセージしますので、で、まあ、いつぐらいに送りますという連絡をします。で、ポッドキャストですね。ポッドキャストを聞いてくださっている方は、だいたい毎週水曜日か木曜日に、ポッドキャストを更新しましたっていう、投稿をするんですね。で、なのでそこに、シェアをするっていうボタンがあるので、今回からですよ。iOS と Android でも聞けるようになるので、Android ユーザーの方もぜひ、お友達にですね、Facebook じゃないですね、Podcast をシェアしてみてください。で、こういうアプリがあるんで、アプリを落とせば、Podcast で聞けますと。移動中に聞けるっていうことができるので、ぜひぜひ、ちょっと Android ユーザーの方もよろしくお願いしますよ。ちょっとね、iOS ユーザーの方も素晴らしいんですけれども、Android ユーザーの方もぜひちょっとポッドキャストを押してくださいということで、今週はここまででございます。井上さんおめでとうございます。こんな感じで、Facebook ライブとポッドキャストでシェアをするとステッカーを送らせていただきます。ということで今週はここまででございます。あ、皆さん車に貼ってくれるんですか。ちょっと恥ずかしいけど、でも貼ってほしいなんつってね。ということで、そろそろ時間なので今週はここまででございます。また来週の日曜日ですね、やっていきますよ。ポッドキャストもやりますし、 Facebook もやります。ではでは、今回はここまでです。また来週の日曜日の夜8時ですよ、忘れないでくださいね。夜8時にお会いしましょう。以上、アリケータによる TJM4 点あ UV 加工になってるかなってないか、なってないかもしれないな、ちょっとわかんないな、ごめんなさい。ではでは、また来週の日曜日の夜8時にお会いしましょう。以上、アリケータによる TJM4 点0でした。じゃあまた。さあさあさあ、Facebook ライブの方は終わったので、冒頭に言いましたけれども、まあ、ちょっとですね、まあ、ちょっと悩みじゃないんですけど、まあ、ちょっと最近その、ま、仕事やらいろんなプライベートやらでちょっとバタバタしていて、わあ、びっくりしたんですよ。ほんとびっくりしたんですよ。ちょっとびっくりしたことがあってですね、僕の祖母ですね、おばあちゃんがですね、母方のおばあちゃんなんです、母方の母、まあ、つまり、まあ、おばあちゃんです。おばあちゃん。おばあちゃんがですね、おばあちゃんのこのね、歯の、右の方ですか、左の方だから、ちょっとどちらか確かね、あ、左の方だ、そう、左の方が上顎なんですよ。上顎の左側の方がですね、本当にびっくりしたんですよ。母親からLINE が来て、ちょっとおばあちゃんのその歯の、上顎左の方があまりに何かよろしくないものができてっていう風に言われて、なんだろうと思って、で LINE にはそれそこまでしか書いてなかったんですよ。でちょっと今入院をしていると。でなんだろうと思って、でそれでその、まあ、ちょっと手術をしたらしいんですよね。手術をして、ちょっとその離乳食じゃないですね、点滴をずっと打っているから、まあ、ちょっとそれでなんていうんですか、ちょっとまあとにかくお見舞いに行ってよみたいな、病院に行ってあげてみたいな感じのこと言われて、びっくりしたんですよ。いや、なんだろう、そのよくないものってって思って、ちょっとずつこう心配になってきて、それでその連絡をもらってから翌週ぐらいですかね、翌週か翌々週に病院に行っておばあちゃんに会ってみたら、見た目は全然普通なんですよ。本当に普通で、ちょっと最初なんか多分僕の髪の毛が伸びてて、なんかお前誰だよみたいな感じの顔を一瞬戸惑いをちょっと僕は表情から読み取ったんですけど、でまあちょっとそれでどうしたのっていうふうにおばあちゃんに聞いてみたら、実はって言って、その上顎の左の方にびっくりしたんですよ。癌ができちゃってって言われて、癌ができるんだと思ってびっくりして、でそれがね、5月ぐらいだったらしいんですよね。なんかちょっとこうしこりみたいなの、なんかこう異変を感じて、7月ぐらいにもう一回病院にその行ってみたんですよ。そのしこりが大きくなっているから、でお医者さんに見てもらったら癌だって言われて、でしかもですよ、びっくりしたのが、たった約2ヶ月ぐらいの間にその癌がステージ4まで行っちゃったんですよ。でステージ4ってもう結構やばいんですよ。結構やばいんですよ。結構やばい方なんですよ。でほんと思ってびっくりして、でおばあちゃんもなんかそのちょっとなんていうんですか、ちょっと若干なんかその気がめいっちゃってたん、まあ気がめいりますよねそりゃ。でそれでもう最初ちょっと悩んだんだけどさって言って、そのままがんで亡くなるのもちょっと考えたんだけどさって言われて、いや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 と思いながら、いやいやと思いながら、本当にでもまあそれは本当になってみない人の心境じゃないと絶対わかんないじゃないですか。だからまあそれで、まあ何も言えないですよね。
で、まあ、それで結局手術したんですよ。で、手術がね、本当に成功して、で、しかもそのガンもですね、完全にもう移転がしないんですよ。移転しないっていうのを聞いて、あ、よかった。本当によかったと思って。で、今はですね、まあ、入れ歯というか、もう完全にその、まあ、入れ歯ですかね、をしているんですけれども、まあ、それまでね、一回もその入れ歯もしていなかったみたいで、すごい健康体だったんですよ。で、ちょっと今、まあ、ちょっとその後にちょっとま、いろいろおばあちゃんが言ってたのが、もう今はもうこれからは右側の歯でしか物を噛めなくなっちゃったって言って。左側の方だと、その実際に噛む感触とかっていうのもないし、ちょっと掃除したりするのも大変だからって言って、で、まあいろいろ聞いてたら食べ物とかもこれからは、ちょっとこう、なんて言うんですか、小さめの何かこう食べるんだったら、魚とかだったら小さく自分でほぐしたりとか、あまりこう、ね、例えばエビフライとかああいうものは、まあ右の歯でしか噛めないので、割かしこうちょっと食生活っていうのがちょっと大変になるのがなんかこうね、やだなみたいな感じのことを、漏らしていってね。だからなんかそれをね、なんともね、何も言えないですけれどもね、なんかそれを聞いてやっぱり、まあ、本当に健康って大事だなっていうのもつくづく思いましたし、でやっぱりその仕事もしながらそういうね環境に置かれると無理なんですよ。僕はどうしても気になっちゃって落ち込んじゃって心配しちゃって、で本当に無理だなっていうのをですね、その、ちょっと最近のいろいろあったことで、バタバタしたことで、分かったんですよ。で、多分僕はなんかそこまでこう、本当に完璧にこう、それを隠せるぐらいの強い人間でも本当にないし、あ、もう本当にもう弱い人間だなっていうふうに思ったんですよ。だから別に、まあ、もちろんね、その強くなるっていう努力もしないとはいけないと思うんですけれども、それでも、そういう時ってやっぱり、そうなっちゃうじゃないですか。それはもう防ぎようのないことだと思うんですよね。僕は本当に今回のことをちょっといろいろ経験してみて、もうこれは防げないと。っていうのも、まあ、正当化するわけではないんですけれども、やっぱりちょっと思っちゃったっていうのが、まあ、ちょっと最近まあ、いろいろあってね、すごいこう、つくづく、思っていたことで、で、まあ、悩んでいたことでもあるんですけれども、だから難しいですよね。なんかそこら辺って気持ちの問題だから、その具体的に何をするとかっていうのもできないじゃないですか。これをしたらこうなるなんて気持ちの中ではね、感情なんてそんなの解決しないから、そこでこうどうやって気持ちを持つのかっていうのは、やっぱりね、少し、まあ、時間をちょっとかけて、ちょっとずつその、治っていくのかわかんないけれども、まあ忘れていくのかもわかんないけれども、でもなるべく、その、ね、おお、地震が来た。今地震が来てますね。これ火曜日に撮っている、いますよ。7時です。夜。びっくりした。びっくりしましたね。まあまあまあ、言いたいことはそんな感じです。で、まあそれがあって、すごいやっぱこう、ちょっと悩んで落ち込んでた時期だったんですよ。ちょっとね、もう最近、そこから脱出はできてるんですけれども、まあ、そういうのがあった、ここ最近だったので、なかなかこう、その、まあ、Facebook ライブも、まあ、やりたくないわけじゃなかったんですよ。全然、毎週やるのは好きなんですけど、なんかこう、いまいちこう、今一歩、こう、テンション出しきれないというか、なかなかこう、ちょっと気持ちの部分で、どうしてもちょっとこう、話しきれない部分もあったんですよ、実は。で、まあ、わかんないですよ。ちょっと聞き直してみたらもしかしたらかもしれないんですけど、まあなんかそういう部分もあったので、まあ、たまにはね、そんな時もありますよ。実はそんな時だったんですよ。ということで、まあこれでも、これが話せるようになったっていうことは、まあちょ、良くなってるっていうことだと僕は思っているので、まあそれもいい経験にもなったし、自分のね、こういう環境になったらこういう風になるんだっていうのも、ね、自分の中でも分かるようになったので、まあちょっとね、大人になったんじゃないかなとは思っています。まあそんな、ね、ここ最近でした。ということでここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。 Android でもね、そういえばこれ聞けるようになっていますので、プレイヤー FM っていうアプリをですね、 Android ユーザーの方はそれをインストールしてもらえると、そこからですね TJM4.0 っていう風に入力すると、プレイヤー FM でも Android でもポッドキャスト聞けちゃうっていう、
素晴らしくないですか。やっぱポッドキャストとか楽っすよね。一回ダウンロードしておくと後でも聞けるんで、僕もですね結構聞いてるんですけど、やっぱ便利っすよね。インターネットない時でも外でも聞けるんで。ストリーミングサービスとかありますけど、結局ネットがないと何もできないですからね。ネットから脱出するためにはダウンロードとかしておくのが超楽っすよ。ということで、 Android ユーザーの方はぜひプレイヤー FM インストールしてみてください。そして TJM4.0 ポッドキャストで聞いてみてください。聞き流しには最適だと僕は勝手に思っていますので、ぜひぜひインストールしてみてください。宣伝では全くありません。ということで、また来週の、水曜日か木曜日のポッドキャストでお会いしましょう。 iOS の方もそうだし、 Android の方も来週またお会いしましょう。ではここまで聞いてくれて本当にありがとうございます。では以上、アリケータによる TJM4.0 ポッドキャストでした。じゃあまた。